ルイジ・ジジ・デカーニオは、イタリア・マテーラ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。名前は、デカーニオであり、ディカーニオと混同されるが間違いである。レッジーナ・カルチョ時代に、中村俊介を指導したことがある。ペスカーラ・カルチョにて結果を残し、ウディネーゼ・カルチョの監督に招聘される。2000年には、 UEFA インターと,とカップを獲得するが、成績不振で翌年に解任される。その後、レッジーナカルチョや AC シエナでは、セリエー残留に成功するが、SSC ナポリでは、セリエー昇格を果たせなかった。2007年には、チャンピオンシップのクイーンズパーク、レンジャーズ FC 監督に就任するも、昇格には失敗する。 2009年3月に成績不振によるマリオベレッタ解任を受けて US レッチ監督に就任。しかしチームの得点力不足や不安定な守備を改善できず、降格を回避できなかった。1年でセリエ A に昇格し、2010から11シーズンのセリエ A に残留に成功した。2012年4月24日。 解任されたアルベルト・マレザーニの公認として8年ぶりに、ジェノア CFC の監督に就任し、チームを残留に導いた。同年10月21日に、AS ローマに敗れ、解任された。2016年3月14日、ステファノ・コランティオーノの公認として、セリエで16位に沈むディネーゼ・カルチョとシーズン、終了までの契約を結んだ。ありがとうございます。